112号ではセーランを完成させ、さらにアンテナマストを環境に取り付け、また内角の取り付けをします。今回付属するパーツです。最初にセーランを完成させます。110号で組み立てたセーランの左ボディにパーツ01のモーターを取り付けます。モーターのコネクターをボディの切り欠きに合わせてはめ、モーターを取り付けます。配線用のコードを邪魔にならないように整理しておきます。次に111号で組み立てたセーランの機体後部をはめてから、右ボディの突起に接着剤をつけて左右を接合します。隙間が開かないようにしっかり接着します。次にプロペラを差し込みます。差し込みすぎるとプロペラがうまく回らないので注意してください。風防にアンテナを取り付けます。アンテナの底面に溝があるので、風防の取り付け位置に合わせて接着します。アンテナを取り付けた風防の前後の突起に接着剤をつけてボディに取り付けます。次に主翼下面にパーツ05の桁とフロートを取り付けます。桁に突起のある方が主翼側になります。ここは磁石でつくようになっているので接着はしません。これでセーランが完成しました。次に環境にパーツ06のアンテナマストを取り付けます。環境の穴にマストの突起を差し込んで接着します。次に完備左舷側にパーツ07の内角を取り付けます。船尾側の内角に合わせてはめ込み、ネジ3本で固定します。最後に内角の内側にパーツ08のクリップで LED 用と閃光台用の左舷側のコードを2本固定します。右舷側の舵用のコードは次号で右舷側の内角に別に取り付けます。これで112号の作業は終了です。